どうも、かなです。で、今日は無断転載についてちょっと言いたいことがあって動画にしました。今日はね、お家で撮っているんで珍しくメガネ仕事中つけないからね、ちょっとレア。まあどうでもいいんで本題に行きます。はい。で、問題の無断転載があったアプリなんですけど、バズビデオっていうこちらのアプリで無断転載があったんですけど、まあこのアカウントで、私が知ってる限り、見つけた限りで言うとこのアカウントですね。で、私個人的には全然別にいいんですよ。転載されてもそこで収益化できてたとしても別に全然勝手にどうぞって感じなんですけど、チャンネルで使っているロゴだったり、あのイラストだったりっていうのは私が依頼して作っていただいているものなので、著作権とかそういう問題も出てきてしまうので、私だけが迷惑とかじゃなくて他の方に迷惑をかけてしまうのは本当に良くないなって思って、私も対策しきれてなかった分とか甘く見てた分とかは本当にこれから改善していかなくちゃなって思ったことなんですけど、まあやめていただきたいです。はい。まあ転載されてるよって教えてくれて、まあ通報にご協力してくれた方も いるみたいなんで、本当にありがとうございます。まあ今日は言いたいことはこれだけです。はい、はい、今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。うさちゃん呼んできました。今日も明日もご安全に。バイバーイ。